正しいものを選びましょう。板チョコはチョコとチョコの間に溝があります。何のためでしょう。え、手で割りやすくするためじゃないんだ。はい、どうもどうも、こじまです。今日はこちら、スイケラスイーツ学校へようこそ、やっていきましょう。では学校生活5日目です。ではスイーツの授業を始めていきましょう。スイーツの授業の時間、レシピのお勉強。今日のスイーツの授業の最後にレシピについての問題が出てくるので、正解してレシピを完成させましょう。頑張っていくぞ。あ、では最後の問題までカットしました。問題に正解するとレシピが完成していきます。スイーツに使われている材料を選びましょう。アイスに使われているのはどれかってことで真ん中選びます。正解しました。トッピングのチョコかな。カラースプレーって言うんですよね。へえ、知らんかった。次はスイーツになるスイキャラを選びましょう。どの子だろう。ん、これはクリーミアかな。というわけでクリーミアを選んでいきます。無事正解しました。でまたスイーツになるスイキャラを選びましょうってことでね、これはアイスラビですね。正解しました。これが最後の問題だったかな。スイキャラ2人いるんだね今回。おしまいです。皆さん授業はどうでしたか。お、おー揃ったね。キーアイテムがこれでクリアかな。レシピが残りキーアイテムだけになりましたね。皆さんお勉強よく頑張りました。次はテストでキーアイテムをもらいましょう。ということでテストでね、いい点取ってキーアイテムをもらいましょうか。スイーツショップに新しい材料は入荷されたそうなので後々買いに行きましょう。次の日になりました。今日も皆さん元気ですね。皆さんが入学して1週間が過ぎました。もう1週間経ったんですね。あっという間でした。まだクラスメイトは3人しかいません。学校には慣れましたか。まあぼちぼち慣れたかな。へー、慣れたそうですね。これからも皆さんで一緒に立派なスイーツを目指していきましょう。ではスイーツ実習を始めます。これはミニゲームですね。カットしていきましょうかと思ったんですが、今日の授業は初めてのスイーツ実習、グラグラアイスタワーですって、初めてのやつになりましたね。皆さんで頑張りましょう。どんなんだろう。上に積み重ねていくんかな。スイーツ実習の時間、グラグラアイスタワー、アイスをどれだけ高く詰めるかな。上から落ちてくるアイスを上手に重ねて高いタワーを作っちゃおう。頑張っていこうか。キャラクターはアイスなのでアイスラビに変えましょうかね。はい、もうすでに重なっとるし。まあ左右にね動かすだけのゲームです。てかすごいね、お空から飛んでくるんだね。どうやって落ちてくるんだろう。あ、矢印がありますね。じゃあその下に移動してパコーンってするだけで大丈夫そうです。まあそんなに難しくないかな。でこれは時間制限とか目標とかないので、アイスが倒れるまでずっとできます。あ、失敗したかな。ちょっと斜めになりましたね。画面の切れ端になっちゃうからちょっとやる。うお、あぶね、すげえ斜めった。これ大丈夫。あ、落ちた。おお、マカロン先生ありがとう。落としてもマカロン先生がカバーしてくれるんだ。なんだ、落としたらゲームオーバーではなくて、やっぱりアイス、今積んでるアイスが倒れるまでは続けられるそうです。おお、おお、キャラクターが降ってきた。ボーナスタイム。キャラクターを積み重ねると点数が高いアイスが降ってくるってことかな。でちょびっとカットしました。いやー、これほんとずーっとできますよ、倒れない限り。でね、今結構斜めになってるんですよまあ下の方の画面を見てもらうと分かるんですけど、斜めっとでしょう。なので微調整でね、右側の方、今左に傾いてるから右にしようとしてからアイスを右側にやってはいるんだけども、よ、あ無理か、いけるか、いやこれは厳しいじゃないの。おお、意外と持ちますね。このアイスベタベタなんかな。くっつきますね、ちゃんとバランス感。うわ、でかいの降ってきたね。でもこんな体勢でもまだいけます、まだいけます。はい、いけますよ、降ってこい。よし、おお、これ本当ね、ずっとできるんじゃないの。最高記録目指す。はい、またカットする。大丈夫、ちょっと斜めっとるけど。うわ、しまった、失敗した失敗した失敗した。あ、これはこれは、おおおお、いけるんか。あ、
あーダメだった。すごくね、こんなに重なってたんですよ。いやー、キャラクターも飛んでいったんですけど、終わりと。お、花丸もらった。仲良くなったよということで、アイスラビちゃんとちょっと仲良くなったそうです。そっか、ミニゲームでキャラクター選ぶと仲良くなるんだったね。ではお昼休みになりました。新しい材料がスイーツショップに売ってあるので、それを買ってきました。午後の授業になります。今日の授業はいちごゼリーのレシピだって。また新しいレシピだね。頑張っていきましょう。はい、スイーツの授業の時間、レシピのお勉強来ましたね。じゃあ早速やっていきましょう。問題正解するとレシピが完成しますよ。プルプルしてるピンク色のフルーツはこちらのゼリーでしょう。はい、正解。と、スイキャラを選ぶと、体は白とピンクのツートンカラー。え、ベリーちゃんじゃないんだ。あ、ベリーちゃんだ、これは。うわ、一問ミスったわ。ツートンじゃん、ベリーちゃんも。ツートンカラーはクリーマちゃんを選ぶ必要があったそうですね。いやー、ベリーちゃん、ツートンじゃない？赤と白でツートンだと私は思うんですけど、ダメだった。あ、またスイーツショップの新しいの入ったじゃん。買いに行かなきゃ。では今日の授業は終わります。また別の日にね、回収していきたいですね。次の日になりました。では、スイーツの授業の時間。ということで、スイーツの勉強していきましょう。正しいものを選びましょう。板チョコはチョコとチョコの間に溝があります。何のためでしょう？え、手で割りやすくするためじゃないんだ。へえ、知らんかった。勉強になりましたね。で、次の問題ですね。なんだろう。スイーツになるスイキャラを選ぼう。あ、これ前回のだ。はい、クリームやと。間違えんぞ、さすがに。よーし、終わったー。無事ね。これでクリアでしょう。皆さん、授業はどうでしたか？よし、来た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 。揃いましたね。レシピが残りキーアイテムだけになりましたね。皆さん、お勉強頑張りましたね。で、テストでキーアイテムをもらいましょう。次の日になりました。さあ、今日はテストの日になりますね。頑張っていきましょうか。今日も皆さん元気ですね。今日はテストがあります。毎日の勉強を思い出して頑張りましょう。はーい。緊張するね。まあ、テストって言ってもね、ミニゲームの延長戦だからな。今回のテストで合格すると、アイスクリームになるためのキーアイテム、ワッフルコーンがもらえるので頑張ってください。なるほどね。アイスクリームだからコーンなのか。テストの時間。テストはグラグラアイスタワーですね。合格できる得点が50点。50点は簡単じゃないかな。で、キャラクターを選ぶんですけど、ここはね、やっぱりアイスということでね、アイスラビに行ってもらいましょうか。まあ、前半の方でやったと思うんだけど、150点ぐらい取ったので、まあまあ余裕だと思います。はい。上に矢印が出るので、その真下に待機。で、今積んでるアイスクリームが倒れなければずっと続けることができます。アイス1個につき、2点ないかぐらいか。あ、2点かな？うん。多分2点ですね。なので、残り今12点なので、まあまあ積む必要がありますね。ただたまにね、大きいアイスだったり、ボーナスのアイスが降ってきたりするので、それを積んでいけばね、50個は楽にできるのではないか。50個じゃない、50点。そうそう、これこれこれ、ボーナスタイム。これがでかい。はい。はい。あ、やばい。でかいの来たし。なんでこういう時に限ってでかいの来るの？あ、でも残り8点になりました。ってことは、あと4つぐらい積めばね、OK です。はい、振ってこい、振ってこい。ちょっとドキドキするね。若干斜めになってますけど、大丈夫。大丈夫か？あと1個、あと1個、あと1個余裕か。はい、できた。合格です。では、あとはね、わざと崩そう。これほんとずっと続くからさ、あえてね、こうやってね、ずらして斜めにして、終わらせましょうか。はい。じゃあ、カットするかな。すげえ持つね、意外と。これわざとね、今斜めにしてるんだけど、あ、ちょっと右に寄っちゃった。これ大丈夫？落としたいんだけど。終わった。で、64点ということでね、合格点突破しました。
お疲れ、アイスタワークリア、仲良くもなっていく。皆さんテスト頑張りましたね。で、ご褒美アイテムのワッフルコーンをゲットしました。これはキーアイテムになります。レシピは完成しましたので、午後の授業で新しいスイーツになっていきましょう。はい。さあ、どんな感じかな。今回スイキャラ2人だからな。はっ、イベントが始まりました。消しゴム忘れちゃった、どうしよう。どうしたのクリーミア。あら、エリュかっけえ。はい、かっこいい、ありがとう。あ、ニコってしてる、垂れ目だね、私と一緒。お、ベリーちゃんもこんちゃーす。どうしたの、消しゴム今借りた。クリーミア、ん、あ、ベリーちゃん、アイスラビってすごいよね。消しゴム貸してくれたんでしょ。何、ベリーちゃんも、え、前に鉛筆忘れたことがあって、その時に急にアイスラビが現れてちょっと怖い。鉛筆を貸してくれたの。急にっていう表現はちょっと怖いっすよ、ベリーちゃん。アイスラビって家でもクールなのかな。あー、クールキャラなんだ。はあ、そういえばアイスラビが学校から帰ったら何をしてるのか聞いたことないね。アイスラビって怖いっていう、あ、ミステリアスでかっこいいね。それいいね、怖いじゃなくてミステリアスっていうのはちょっといい言葉で、プロフィール帳に追加されました。あー、そういう感じで増えていくんだね。まだまだハテナが多いです。午後の授業が始まりました。皆さんの頑張りでアイスクリームのレシピが完成したので、新しいスイーツへの挑戦を始めます。その前に、新しいスイーツになる前の気持ちはどうですか。ドキドキする、頑張るぞ、みんな成功させようね。その気持ちなら必ず成功できるでしょう。では新しいスイーツへの挑戦を始めます。アイスになるんだっけな、もうすでにアイスになってる人いる気がするけど、あれは違うんか。アイスクリーム、新しいスイーツに挑戦だよ。スイキャラたちと材料をお皿に投げよう。アイスクリームになりましょうか。挑戦開始。でお皿に飛ばしていきます。はいはい、あ、ぶつけちゃった。はい。でこれでね、あとはね、勝手にいろいろやってくれます。いや、よろしく。さあ、何をやってるんでしょうか。ちょっと気になるけどね。できた、わー、完成しました。パチ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 、かわいいね。ベリーちゃんがいないからちょっと寂しいけど。おー、レシピに写真が登録されたっていうことで、写真撮らないとダメなんだよねこれ。いいね、これ食べていいんかな。おめでとうございます。美味しそうなアイスクリームになることができましたね。みんながお勉強頑張ったからですね。これからもまた新しいスイーツを目指して頑張っていきましょう。褒めてくれる先生っていいよね。では、よく頑張ったのでご褒美に新しいレシピ、いちごのショートケーキをプレゼントします。あら、まだいちごゼリーできてないけどね。新しいレシピゲットしました。終わりの挨拶を始めますって言ったところでね、この実況もここまでにしましょうか。今日は新しいスイーツになることができましたね。これは皆さんが頑張った結果です。明日からも新しいスイーツを目指してお勉強頑張っていきましょう。へー、それでは日直、終わりの挨拶お願いします。起立、立ってますよ、ちゃんと立ってますよ。先生、さようなら。皆さん、さようならね。ということで、ここまでになりますよ。皆さん、ご視聴ありがとう。では次回お会いしましょう。ならねー。